BBO カムですよね、の使い方ですが、今立ち上げるとこうやって、映像が映ってます。で、ここにですね、ニューアイテムですね。で、これでセンサーアイテムっていうのがあるので、こう置くと、ここが動くとですね、こう反応してるのがわかると思います。で、アクションのところを見てもらって、アクションで、ここのところにですね、1個選ぶと、これですね、When any sensor detects motion、まあ、センサーが反応したとき、ここで何をするのかっていうのが選べるので、ここで、Play sound っていうのがありますから、Play sound ってやると、音が出ます。で、これチェック入れておきましょう。チェック入れると反応します。で、今、Play sound でファイルを選べばいいので、ファイルがですね、ダウンロードしてきたのが入っているので、これにしましょう。で、ここにドラッグ&ドロップして入れてもらうとあります。で、ここにチェックを入れると、という感じで、動くと、音声ファイルが再生されるっていうのができました。一回切っておきましょう。で、音声ファイル等がですね、まあこう、あ、そっか、音声ファイル等が、今、再生するときにですね、最初にまだ空いてるとこがあるんですね。なので、オーダーシティという、まあ、ネットから無料でダウンロードできるフリーのアプリを使ってみましょう。まあ、ここにだいぶ空きがありますよね。前にもらって余分なところはまあ消しときましょう。で、これだとまだ幅が小さいんですね。で、この幅が上がりますので、どこだ？アンプリファイか。アンプリファイを選んであります。で、8.4 とか10ぐらい。あ、10だと大きいですね。18。で、OK って押してあげると、さっきよりも大きくなりましたね。これで、音声が、まあ、だいぶ大きくなりました。で、ここでエキスポートしてあげると、まあ、デスクトップに出ます。で、OK と。で、まあ、音声大きくなったやつが今ここにありますから、これをこっちに、ね、入れてあげると、さっきよりも幾分反応が良くなると思います。いいですね。で、こんな感じで、まあ、音声も少し、処理してあげると、綺麗に、まあ、音が鳴るっていうふうになります。で、この画面の大きさはちょっと小さいんで、それは右側のインスペクターで、まあ、例えばここ640の480ってやってあげると、まあ、画面が大きくなったりしますんで、で、センサーのこの反応の度合いですよね。で、これは、ここですね。スリーホールドっていうのが、スレッシュ、このホールド、source hold か、が、鳴った後の反応の時間ですね。で、ノイズゲートっていうのが、まあ、ノイズと反応します。で、これ一番少なくすると、まあ、めちゃめちゃ反応のしやすさをここで。ということで、まあ、この EBO カム、まあ、3000円ぐらいの、30ドルぐらいの、アプリでしたが、これを使うだけで、まあ、カメラ1台あれば、使って授業を組み立ててみるといいのではないでしょうか。はい。